長い夢を見てた遠い空の下で風は足早に過ぎては消えた ふとした時に水分補給、水分補給だ。水分補給という名の休憩。
はい、朗報です。切り株から、はい、キクラゲ出とります。ピロ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 ロンとひらひらのキクラゲがこっちの株にも出とります。帰りに持って帰りたいと思います。これは、まあ、抜いてもまた次に出てくるからね。こっちは大きいわ、こんな大きい。こいつ腕抜きというらしいですけど、これ優れてますね。これしとけばその代わり汗だくになるけども、草巻きも虫巻きもしない。素晴らしい。さあ T シャツ着替えて、ご飯でも食べますかね。空はこんな感じです。ただ雨は今のところ大丈夫ですね。はい、 T シャツも一つ乾かしてます。草刈りはだいぶ進みました。いつも振り出しに戻るだけでね。草刈りも朝ばっかりやってるな。はい、お昼の合図ですね。50% の雨でしたが、さすがの晴れ男、雨は降りません。いい天気だというわけにはいかんけども、まあ涼しいね。7月のキャンプに向けて草刈りに来とりますけども、電動もうエンジン式もまだ手に入れていません。もうエンジン式に燃料式に、心を傾いています。草刈りを楽しむしかないかな。
鳥先行が必需品ですね。こいつがないとやっぱり蚊が来ますね。見よ、晴れ男の威力。晴れ間が覗いてきました。すごい。ああ、昼寝しました。気持ちよかったな。ご機嫌、この暑さで、この直射にこの暑さで目が覚めてしまいました。すっごい。どうなっとんじゃ。参りましたね、こりゃ。麦わら帽子持ってきてないよ。まさかこんな展開とは。すごいね、雲がビンビン流れてる。もう全体的に晴れてきましたぜ。すげえな、あれ男。驚いちゃうぜ。こりゃすごい展開になってしまった。こりゃ日差しが暑すぎるだろう。いや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 、参ったな。うわー、一気に暑い。これもう真夏だ。こりゃ参りました。菊の苗を植えます。赤白黄色、よいしょ。さあ、こいつは害虫をついてないか。おお、なんかやられとんな。なんだろうな。
そう、せっかく芽が出とったところに、イノシシのやつが。ごぼうも出てきてる、発芽してますね。ごぼうも発芽してます。来週来た時にはもうだいぶ出てるかな。よいしょ。いや、雨どころかこれ日差しがきつい。